は花だれ公園と打ち上げ祭ありがとうございました。そう見て、羊部屋珍しい。でしょう。こんばんは、こんばんは。どうもありがとう。かわいいもありがとうございます。ありがとう。配信してます。お姉ちゃんに言った姉ちゃんに言いました。ごめんごめんごめん、ここで宣言したわけじゃない、急に配信してますって。みんなそりゃ知っとるわ。あのお姉ちゃんに言いました、配信してるの知らなそうだったから。ありがとうございました。なんかもう眠たい。ミュート使わなかった、使わない、なんか独身術されるから。ありがとう。そうそう、めっちゃ目がしばしばして、ありがとう。いや本当に独身術する人がいるんですよ、いるんです。6月も今日で終わりなんですけど、皆さんありがとうございました。そう今日は打ち上げ祭はもうなんかずっとなんかそうベスト10みたいななんかやつを元にしてやったんですけど、ザ・ベスト10っていうか、知らないでしょ、見たことないです。ありがとうございます。ありがとう。 STU が入ってなかった。私はね、なぎいちと早送りカレンダーとエブリデイカチューシャに投票したんですよ。そうちょっとミュートにする、一旦。どれも盛り上がる、どれも盛り上がるけど、思ったのは盛り上がり曲がもうずっと続いたらさすがに疲れるということです。たまにはなんかこうゆっくりした曲とかそういうのを背取りに挟まないと、ひたすらフルサイズだったんですよ、しかも今日だから。フルサイズでずっと盛り上がりまくったら結構疲れますね。はいっていうのを学びました。
早送りカレンダー好き。てて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 。さあ、せーの、ワン、ツー、スリー。てててて。超好き。候補？え、なんかこの中からみたいな投票しましょうみたいなのが来てたんですよ。で、まあもちろん ST 曲もあったんですけど、なんかこの中の曲でどれ歌いたいかみたいな感じで来てて、そう、そう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 。で、そう、各グループあったんですけど、わ、ありがとう、アルフォート、アルフォートさん、築城ありがとうございます、ありがとう。え、そうそう、候補があったの、なんか何曲かな、もあったの。そうで、その中でみんながそう選んだ曲、ありがとうございます。太陽をST あれかな、でも歌いたい曲って来た時に ST の曲いつもみんな歌ってるからかな、逆に選ばなかったのはそうかもしんない。なんかあの ST 曲は普段結構みんな歌ってるから、自分たちの曲で、だからどれ歌いたいかって、夏盛り上がる曲どれ歌いたいかってなった時に、多分あの投票ランクインがちょっと少なかったのかな、グループ内で。ST の夏曲はね、サングラスデイズかな。あ、一杯の水もか、サングラスデイズ、一杯の水、ね、夏曲、うん、汗が噴き出す系ソング、ありがとう。もう HKT さんの曲って本当になんかめっちゃ脇曲っていうんですか、多いなって思いましたね。夏の好きはご用心、確かに夏の好きはご用心、ただの蜃気楼、楽しかったですよ。ぶっ倒れるまでのダンス好き、ぶっ倒れるまでってさ結構きつい、と本当にぶっ倒れそうな感じある。ぶっ倒れるまで全力だみたいなやつだよね、死の子の言わずについてこういいってやつだよね。ありがとうございます。HKT さん多かったよ、メロンジュース、大人列車、早送りカレンダー、最高かよ、え、4曲もランクインしてるんじゃない、すごい、ね、だって
言ってましたもん、アイドルズの時に。葵さんが言ってました、田村葵さんが、HKT はいつもジャンプしてるみたいな。ライブ中にいつもジャンプしてる。なんか STU は手振りが難しいみたいな言ってて、結構なんか細かい、 HKT はめっちゃジャンプしてるよって。歌う何か聞きたいのはありますか？指先でダンス、でも分かんない、何がある。手振りが難しい、なんだろうね。感情が深そう。そうですね、メッセージソング系多いですもんね。今日はガールズガールズの5周年ライブに見に行って、ねえ、私ね、ずっとね、そうキラちゃんに、そうアイドルズで思い出して、キラちゃん今日話してて、6月30日はライブがあるのはもうずっと知ってて、で行こうってずっと思ってたんですけど、そう行けなくって。そうなんですよ、もう何日か前にキラちゃんにメッセージを送ったんですけど、そう頑張ってください。じゃあちょっとね、ライブはまだ一度も行ったことないので行きたかったんですけど、そう残念ながらちょっと行けませんでした。キラちゃんね、絶対すごいよ、絶対、もう絶対いいよ。ダンスバキバキだもん、本当に。東京、そう、よ、代々木、代々木今度また見に行きます。本当にすごいんだから、キラちゃんって本当にすごいんだから、キラちゃんたら。本当に、私キラちゃん大好き。今度絶対行く。5周年だったのか。20歳、そうですよ、20歳ですよ、大人っぽい。どんな話するの？なんか何話したかの前、なんかキラちゃんってラーメン食べるんですかみたいな話した気がする。キラちゃんラーメン、なんかキラちゃんの見た目でさ、なんか二郎とか絶対食べてなさそうじゃん。だからキラちゃんってラーメン食べるんですかって言ったら、そしたらなんか食べるよって言って、じゃあ何ラーメンですかって言ったら、なんかトマトのラーメンみたいな言ってて、ラーメンまでしゃれてんねーって。なんかトマトみたいな、そんなトマトのラーメンあるんですかみたいな、おしゃれラーメン食べてるよ。その話した記憶はある。二郎系ね、なんか食べてるイメージないよね。ありがとう。トマトラーメンおしゃれそう。もうなんか酸味が強そう。いや本当にキラちゃんおしゃれなんだよ。もうおしゃれだし、もう何もかもが本当にいい。
のもありがとうございます。アイドルズのイベントでキラちゃんがね、 ST の曲花垂れ踊ってくれたんだよ一緒に。じゃん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 、もしこの世界からこう今日が消えたら、なんか息をする心で、千穂ちゃんがそう HKT さんとコラボしてた時にみんな言ってた気がする。手振りが多くて息をする心難しいみたいな。確かに、でもね、なんかちょっとねややこいんですよね息をする心。でも息をする心はめっちゃ好きです。いい曲。ありがとう。振り付けしてくださったのはあのクリエイトボーイさんです。かわいいハート、ありがとう。ちょっとさ、STU の曲他なんか入ってないか、新しく追加された曲とかないかな。雨とか涙とか入ってんの？入ってない。小豆島ね入ってないんよ。私この間確認したもん。そう、小豆島って検索したら瀬戸内小豆島っていう水森かおりさんの曲が出てきたんだよ。なんと、何パーだろう。意外と充電がある。昨日さ、めっちゃギリギリに終わったよね。私さ、カラオケ配信したらさ、ギリギリに終わるんだよね。いつも。困ります。おいたたたた。本当にふくらはぎが、もう筋肉痛すぎて。やばいの。本当に、やばいの。痛い痛い超筋肉痛。うん、バレエの筋肉痛がずっと残ってる。伝えられてます。バレエはね、空いてる時通うよ。ありがとう。今日目が大きいね。今日さ、メイクしてんの。
ライブ終わりだから珍しいでしょ。さっきなんかアイライン長いみたいなコメントあった気がする。バッチバチですよ。あ、いいね、ありがとう。じゃあどうしよっかな。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。前髪が板みたいです。パキパキ。今日歌った歌、今日歌ったのはあれだよ、もうバキ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 盛り上がる曲ですよ。なんか歌でもね、私さ超優柔不断だからさ、うわ何にしよっかな。じゃあ、ありがとう。誰やよ歌う約束。こんなに苦しい思い。みんなが重たい気持ちになっちゃう。重い愛。え、ちょっと待って、誰愛のさ、どんな D メロってどんなんだっけ。歌ったら思い出すかな。 D は2サビの後、 D メロあるのかな。 D メロある曲とない曲があるんだけど、メビウスの輪か。 お腹がめっちゃ鳴ってる。確かにどこが D メロってなるよね。歌うよ、待って。誰のことを一番愛してる。すごい、タララタララタララ、なんじゃそりゃー。落ちサビのところ、え、ちょっと待って確認するわ。うっ、ちょっと一瞬確認していい。確認タイム。すごい、誰のことを一番愛してる合唱とかでできたんだけど、合唱したらやばい。この曲合唱したら結構、誰のことを思って。合唱バージョン。
遅い電波遅い。めっちゃお腹鳴ってる、ぐるぐるしてるわ。この電波ぐるぐるするの耐えらんない。ここでいめろ。満たされないメビウスの輪で、ここが落ちサビ。ちょっと自信ない自信ないけどちょっと歌ってみよううまくいかんかも。ちょっとすみません、やってみる。あれ、こんなに苦しい思い生まれてから初めてだ。愛が静かに狂わせる。心の空に雲がかかって月が見えなくなった。どれだけ待てば暗闇の中に光さすのだろう。想像のジェラシーの鳥羽を広げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢にうなされてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。眼差しで来たのに、まぶた閉じて逃げようとしてる。そう、私は2番目だって分かっているから。知りたいの、あなたは私の全て。独り占めするためには誰を殺せばいいのだろう。息を吹きかけ雲を飛ばしたかった。風を待っても満月の形まで間に合わない。圧倒的な悲しみとか孤独抱え込んで、自分だけのその正義に何度も絶望してる。この日々は苦痛でしかない。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。手の甲に爪を立て責めるように答え待ってる。万命以下は何ってこと、誰が誰だって構わない。私はあなたのためにこの命と引き換えに、誰を殺せばいいのだろう。失うものと提起するものは同じ価値とは限らない。愛していても愛されていても満たされないメビウスの輪。
逃げようとしてる。そう私は色んけがあって分かっているから、知りたいの、あなたは私の全て。独り占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界がいい。誰を殺せばいいのだろう。失うものと手にするものは、愛していても愛されていても、未来の闇が深く盛るだけ。重くないですよ。ねえ、ねえ、ねえ。重い、重いって。重くないよ。みんな誰のことを一番に愛してんの？あん誰のこと一番に愛してんの？ゾクッとさせられましたいや、ここでね、マイキューっていう人、マイちゃんとか内緒って言ってる人は多分私じゃないんですよ。2番目かすらも危ういここで内緒っていう人は絶対そう。秘密、あ、もうこうやって言って1番ではないです。1番だったらみんな、あ、舞ちゃんだよって言うはず。重くない？ちょっと待って重たい、重たいね、ちょっと。ごめん、うるさかった。軽い曲ってなんや。軽い愛の曲とかあんの？結婚してありがとうございます。愛の重さってさ、めっちゃさ、サビがむずいんだよね。トゥルル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 、なんかこの、ここがむずいな。このトゥルル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 、歌ってみて、ほんとむずいからめちゃむずい。なんかレコーディングも結構難しかった記憶ある。チューしようぜとか歌っちゃおうかな。僕恋僕恋公演チューしようぜ、みんな可愛いじゃん。ここでここでチューしようぜ、可愛くない？愛してる愛してる、だから。
僕声思い出した。やばやば、僕声で、とりあえずダメージが回復した。ね、あと一曲ぐらい。STU 曲歌おう。でもね、息をする心を歌いたいんだよね。息をする心にしよう。今日はそんな気持ち。愛の重さ聞かないと寝れない。じゃあ今日は寝れませんね。どうしますか。どうしますか。困りました。今日は寝かせません。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。明日
きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、思い浮かべるたび幸せな気持ちに、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている、君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていい、声に出してみる、君が君が好きだ。暑くなった。58分。待って、男女呼ぶ。今日もあんたの、あなた、ごめん、あなたの笑顔が誰かを救うさん、ちょっと舌が回らんかった。マザーさん、きなぺこさん、あおさん、ぐちゃんまるさん、くまねパパさん、まつげのおつげさん、しゅうへいさん、ん?ガンちゃんヨッシーさん、東京のソワンさん、福太郎さん、考えなしさん、1位はドロロドドン、アルフォートさんでした。ありがとうございます、ありがとうございました。皆さんまた明日、明日は月曜日か、なんか曜日感覚一個もない。明日月曜日、月曜日って言ったらみんながね、言わないでやーって言うから、あ、そんなことない、あ、7月じゃん、ほんと明日から7月だね、7月もよろしく。下半期ほんまや、上半期ありがとう、みんなありがとう、トゥルルありがとう。頑張れって言ってください。頑張ってるのは知ってるよ、でも頑張れ。おやすみ、おやすみ、また明日来てくれてありがとう。羊ヘアでした、めーおやすみ。おやすみ。